ああ今のマドリーだとエンバペは右サイドになるでしょうね。エンバペだからベンゼマと一緒の時は2トップでもいいしね。4312とかもいけるじゃないですか。まあね、そうなるとサイドバックがね、高クオリティじゃないといけない。4312基本的にサイドバックか3センターの、まあ両方インサイドハーフとかサイドでのクオリティ高くないと、ウィングがいない分、そこを誰がやるかっていうので、マドリー強かった時はマルセオとカルバハルが最高でしたからね。 まあエンバペ、まあでもサイド張って1対1もできるから、うん、確かにエンバペ、左ウィング希望って言っても、ビニシウスが右ができないからね。なと、左ビニシウスで、右エンバペになって、真ん中ベンゼマが自然ですよね。もしくは、4411にして、まあ442って言った方がいいかな。ベンゼマ、エンバペ、ツートップにして、左ビニシウスにして、で、まあダブルボランチ、まあ、カズミクロス、モドリッチとか、バルベーデとかして、 で、右サイドにアセンションとか入れて、アセンション右から中入ってきて、右の高い位置サイドバックに取らすとか、そうすると、この4、4、1、1、まあこういう守備の時には、ね、こういう形だけど、攻撃の時に、外、ビニシュース、ここ、ベンゼマだったり、エンバペ、ここ、ベンゼマだったり、エンバペ。で、こっちの選手はアセンシン入ってくる、サイドバック上がるとか、ここ、ハルタイプの選手だったら、ここに上がれる選手、バルベルテとか使って、ワンアンカーになるけど、サイドバックがなんか絞ってとか。 まあその時の組み合わせを間違わないことが大事だと思いますね。こういう話するとね、まあ、久保とかこっからこっち入っていくかって使いたいけど、やっぱりね、今日、過ごす集中枠のためにあ見てたけど、アセンシオの左足のキックが、多分久保の3つぐらいレベル上なんですよね。スピードも精度も。久保の方が瞬間的に取るポジションだったりとか、周り使う判断とか、まあ、うまそうだけど、あと1対1のところでも細かく仕掛けられるから、多分アセンシオより突破力があるし。なんだけど、やっぱりね、最終的にキックの精度なんですよ。 一番分かりやすい例で言うとあの、ベッカム、足押せ、足押せって言われてたんだけどさ、ベッカムの後に出てきた右サイドで、イングランド代表でさ、まあ、最近ね、イングランド代表強くなってるけど、本当、代表的な選手が出なかったのはそういうことでさ、レノンとか、ショーン・ライト・フィリップスとかいたんだけど、右サイドやらされる人、誰使ってもね、微妙なんだよね。やっぱり、そこはもう、ベッカムのあのクロス、だ結局さ、3人、4人抜いても最後のパス合わなかったらさ、得点にならないわけじゃないですか。シュート決まらなかったら得点にならないわけじゃないですか。 でも一人も抜けなくても、その一発のクロスがあったりとか、ロングシュート一発決まったら得点なんだよ。ってなるとやっぱりキック精度ってめちゃくちゃ重要で、こういうところで言うとね、やっぱアセンションってすごいんだよね。そこのキック精度。あと、守備の時のスプリント、中絞るのも戻るのも。ってなると、久保使いたいけど、アセンションか久保かを右サイド選ばなきゃいけないってなったら、やっぱアセンションになりますよね。守備面で考えても攻撃面で考えても。 アセンションね、村があるとてあるけど、ただ、アセンション村あるときは、チーム全体のところでの機能性もさ、なかったりするんじゃん。あの、前言ったアセンションゼロトップに使われてるときに、あの、左のハーフバイタル取る選手いないとかさ。全然タイプが違うから、単純な比較っていうのをするべき選手じゃないんだけど、メシタアメシア、クボタアセンションって。なんだけど、ただ、マドリーの右サイドにどっち置くっていうふうになったら、守備の内側絞るアップダウンのとこを攻撃のときの、長いキック使わなきゃいけないときの精度。 だ久保があの、かわしたところからのクロスとか、あの、長いボール使うときに精度が合うようになったら、アセーョンほどのパワフルさはないにしても、そこの精度が合うようになったら、また勝負できるかなって感じだよね。ね